こんにちは、鈴なり農園の松尾です。無肥料無農薬無効期、そして虫を殺さない無殺生の農業の可能性を研究して日々実証実験をしております。で、今日はですね、畑塀に来たんですけども、なんとですね、おかぼちゃんがですね、早速、どっかに行ってしまいました。で、ですね、今日は5月29日なんですけども、多分ですね、2週間近くまとまった雨が降ってないんですよ。ちょっとだけ1日だけ通り雨みたいなのが降った日があったみたいなんですけども、2週間、ちょっと調べますけど、多分2週間ぐらいだと思うんですけど、雨が降ってなかったんですね。そしたらですね、ここにおかぼがいたんですけども、土もカラカラになっててですね、おかぼちゃんを見つけようとしてもですね、おかぼちゃんがいないと、パッと見いないということでですね、ちょっと皆さんと一緒にですね、おかぼを探せをやってみたいと思います。毎年恒例になったおかぼを探せ、こんな早い時期に探すことになるとは思いませんでしたけど、おかぼを探せやってみたいと思いますので、はい。ここがですね、おかぼくんを植えた畝なんですけども、すっごいもうカランカランになってるんですよ。カラッカラに、ほら、カラッカラ。でも枝豆くんたちはなんとか頑張ってますね。すごいですよね。ほんと豆とかってすごいなって思うけど、おかぼはですね、種から植えたけど、この辺にこういたんですよ、この辺に。だからこういう一生懸命抜いてた野草くんたち、こういうのは生きてるんですけど、これそうかな？あ！いた。これ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 。あ、これいるかも。これおかぼかも。あ、いた。あ、いる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 。少なくなっちゃったけど、あ、いるいる。あ、いるじゃん。あ、いた。あ、こうほら、日陰になってるから、ここいる。これこれ。あ、いた。これおかぼだ。下手にこれを抜くとこれも枯れるかもしれないな。すごい。だいぶちょっと数は減っちゃいましたけど。さっきですね、パッと見いなかったんで、いなくなっちゃったかと思ったんですけど。ここいますね、この列。ちょっとだけ。で、こっち。でも、なんかその目線で見たらいるかもしれない。あ、これじゃん、これ。これ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 。いたいた。すごい。いや、おかぼ弱いなーって思ってたんですけど。あ、これ枯れてる。ほら。これ枯れちゃった。これね。これ枯れちゃった。あと2、3日中に雨が降ってくれないと、この、なんとか生き残った子たちも全滅してしまうんじゃないでしょうか。すごいな、これ。ちょっと生きてるわ。ここに、ほら、これ、これもおかぼだ。ああ、血を生きてる。これは野草だと思うけど。え、この横にいる。この子、この子、この子。これおかぼっす。これ、これね。これ、これ、これ。これ、これ、中指のとこ。あ、いる、いる。ああ、よかった。こっちも、あ、ここもいる。これ、これ。まだ生き残ってる。他は2週間ぐらい雨が降らないと半分ぐらいに減っちゃいますけど、一応生き残る子もいると。これもほんとギリギリですね。ギリギリ。ギリギリ。あ、この辺にもなんか、ギリギリ。あ、なんかよく見ると、こういう草が生えてるところの横にいる子は全部生きてる。あ、ほら、ここも草が生えてて横が生きてる。これはちょっと、その理論が成り立ってないですけど、ここにあるからかな。これも、これがあるから、ここに。ほら、生きてる。なんか草のそばに生えてると生きてるような気がするな。これ、ギリギリ。あ、すごいすごい。よかった。ちょっと生き残ってますね。いやー、ほんと雨降ってくれんかな。まだ全然土壌構造ができてないんで、こう掘って、いろいろ入れたんですけど、やっぱりそれだと、ね、ただ掘っただけなんで、暖流化とか、そういうのが全くされてない状態なんですよね。なんもない状態で。腫れちゃうと、もう、カラッカラになっちゃうと。っていうところですね。結構生きてるな。あ、こっちもあるある。で、前回ですね、苗を植えたんですね。
苗。ああ、ちゃんと生きてる。ポットに試しに去年のおかぼの種をまいて育ててみたやつをここに植えたんですけど、あ、生きてるわ。ほら、結構伸びてる。ここね、このし、ここの、こんだけ。おかぼやるじゃん。すごいすごい。あ、生きてた。さっき見たときはほんと全滅しちゃったと思ったんですけど、ちゃんと生きてますね。やっぱり植物は強いな。なので、今日分かったことはですね、やっぱりその、おかぼといえどもですね、草の近くにあるものは生き残りやすいと。なんで、日照りの時はちょっと草があった方がいいけど、あんまり草がありすぎると負けちゃうっていうですね。むずいな。すごいむずい。あ、ここも結構ほら、ここ結構いるじゃん、ここにね。ほら、ここに。結構いる。ここ結構いる。ほら、いたいた。おかぼ探せた。ということですね、今日の結論は、おかぼ見つけました。よかった。ただですね、ちょっと減っちゃったかな。この辺りとか結構伸びてるな。なので、今週ですね、月曜日、明日ですね、雨が降るっていう噂でずっと聞いてたんですけど、だんだんその雨マーク、天気予報の雨マークが減ってきてるので、もしかしたら降らないかもしれない。で、木曜日に雨が降るって書いてあった天気予報が曇りに変わってたんですね。なんで来週は全く降らないかもしれない。そしたら月来た時ですね。その時にこの子たちがどうなってるか。であとはですね、今日おかぼの苗持ってきたんですよ。で、ここにファーって植えようと思ったんですけど、このカラッカラの状態でちょっと植えて、で、来週もちょっと雨が降らなそうなんで、さすがにそれはやばいなぁと思って、今日は植えるのやめたんですね。なので、多分それは正解だと思います。はい。ということでですね、毎年恒例、おかぼを探せ、2022年度第1回目おかぼを探せは、おかぼ見つかりました。やったちっちゃいけど見つかりました。こっちは、これは順調に育っていると。いうことで、まだまだおかぼはですね、このように存在していたということで、嬉しゅう思います。はい。ちょっとおまけをご紹介したいんですけども、このトマトのくるりんぼ。くるりんぼめっちゃすごいっすよ、これ。めっちゃすごい。これすごい画期的。ほら、これ大トマトなんですけど、これ結ばなくても、これほら、ここに絡みながらこう上がっていくんですよ。すげえと思って。ね、だからまた次来た時はこれをペッてやれば、やっとくかな。ペッてやれば、ここ絡んで。ほら、すごい。くるりんぼめっちゃ画期的っす。マジすごいっす、これ。うん。くるりんぼにすんごい巻きつきながら登っていってると。いうことですね。このくるりんぼくん、こっちにもあるんですけど。くるりんぼくんはめっちゃ画期的っす。これ大好きになりました。あとは台風に倒れないよう、台風で倒れないようにですね。多分、横に支えをつけたりとかですね。そういう倒れまへんっていう風にした方がいいんじゃないかと思いますけど、もうちょっと様子を見たいなと思います。これ台風はどうなるかなって思って。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入ってくださった方はですね、チャンネル登録をしていただいて、あとは高評価とかコメントとかいいねボタンとかいただけるととっても嬉しいです。はい。それでは、失礼いたします。今日も全然雨降る気配ないっす。マジで。